こんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。晩ご飯の献立です。かき揚げとかでした。まずね、副菜から作るよ。切り干し大根は水で戻すよ。でね、きゅうりは5ミリ幅ぐらいかな、斜めに切って、それからね、細切りにする。私ささっき帰ってきてさ、もう私のやる気がどっか行ったんだろうね。帰ってきてさ、あの、寝転んでしまえばもうだるくなるの分かってるのにさ、だからなるべくそうしないようにしてるんだけど、今日はね、雨が降ってるのに傘も持っていかなかったら雨にずぶ濡れんやったしね、なんかね、ふうって疲れてね、ソファーにね、今まで寝転んでました、トドみたいに。だからまだ何も晩ご飯の準備できてないの。困っちゃう。頭の中ではね、考えてるんだけど。で、さっきのね、なんだこれ、切り干し大根はね、さっと湯がくよ。やっぱ湯通しした方がいいからね。で、これを流水で流すよ。で、分量はね、これです。ねえ、こんなことじゃいけない。こんなことじゃいけないってね、そういう気持ちはあるの。さっさって終わらせればさ、気持ち的に楽なのにって分かってるのにさ、ゴロゴロゴロってね、転んだらもう最後だよね。猫が生えちゃう。で、トトは今日はもう鍋つってるから、まあ、鍋だとして、なんか私この前からさ、カオマンガイが食べたいの。カオマンガイつっても私が作るのはさ、カオマンガイ風なんだけどね。でもトトは多分食べないかな。とりあえず1合分だけ炊こうかどうしようかってね、頭の中でメニューを考えてはいるものの、なぜ行動に移せない。困っちゃう。誰か私のやる気スイッチを押してください。もうね、今完全にオフ状態。もうね、分かってるのよ。ベッドにね、ベッドじゃなかった、ソファーに寝転んだらさ、こうなることは分かっているのに。あら、おかえり。ちょっとね、今ね、5分ぐらいかな、中断しました。あの、息子が帰ってきてね、おかえり言って、お帰りと同時にね、もうあの、すごいね、おしゃべり、いつもね、学校であったことをひとしきりね、ずっとしゃべり続けるのよ。だからね、今日もまたその今日の学校であったことをね、あの、5分間しゃべり続けて。またやっちゃった。でもね、こんなにしゃべってくれるのね、いろいろあったことをさ、かわいいよね。かわいいって我が子のことを言ったらほらいかんけどさ、でもそういうところがまたかわいいです。末っ子だしね。で、これね、こんにゃくはさ、さっと湯がいてアク抜きをしたら空煎りするよ。で、空煎りしたら味の入りが良くなるからね。でね、分量はこれです。そう、いつもね、学校から帰ってきたらね、もう、ただいま、お母さん、あのねって言って喋るから、とりあえず手洗ってこよって言って言うんだけどね、やっぱね、喋る、もう今日はどうしてもこれは喋りたいっていう外せないことがあったら、もう興奮状態で喋ります。まあ、こんなしてね、言ってくれるのもあと何年なんだろうね。今4年生だけどさ、あと何年ぐらいこんなしてくれるんだろうね。やっぱ可愛いよね、そんなにしてね。本当に。この前はね、夢を見たらしくてね、明け方ね、泣いてたりね。ね、小学校4年生とはいえ、まだまだ子供だなーって思い方。で、これは今鷹の爪をあのハサミ、キッチンバサミでチョッキンチョッキンして入れました。
でざっくり混ぜて、そしたらね蓋をして15分コトコト炊く。でもうさね、よかふに味も入ってるし、これでねこんにゃくのピリ辛味噌炒めの出来上がりです。でね、ちくわ、昨日お味噌汁ちくわにしたの。でね、このちくわね冷凍庫から出したばっかりでね、カチンコチンです。もうでもそのまま切っちゃう、力ずくで待ちきれないの。でね、しいたけはねちゃんと解凍しといたんだね、ちくわも解凍しとけばいいのにさ、ちくわを舐めてるよね。ちくわだったら練り物だから切れるわと思ってね、そのまま無理やり切りました。でもね切れるよちゃんと。でもね危ないから本当は解凍しといた方がいいね。ちくわとしいたけとね、ナッパにしたの昨日。またねナッパがあと2つ3つぐらいの束で残ってる。でこれいつものお味噌と、あのあれね、しじみの貝出し味噌。あのね、しじみの貝出し味噌を使い始めてからもう1年ぐらいなんのかな、どうだろう、気のせいかもしれないけど、血液検査の結果がね少しずつ良くなってるの。私はしじみの味噌汁だと思いたいでね、これお味噌汁用のナッパーも適当に切って、これはね水にお酢をちょびっと入れてごぼうを細切りにするよ。もう最初さ斜めにザクザクザクっと切ってからね、もうねこの後はねひたすらと細切りです。で酢水につけてさアク抜きをする。でさつまいもも細切りにするよ。あんな飛び散らかさんでもいいのにね、派手に飛びました。でさつまいももさ水にさらしてアク抜きをするよ。人参も細切りです。もう何もかも斜めに切ってから細切りねえ、虫が来た。でね次は玉ねぎだね。玉ねぎはもう薄切り。そしてさ、私食べる前にまた仕上げるから、その時間まではね一つ一つこんなして冷蔵庫に入れとく。でアク抜きしたごぼうとさつまいもと、さつまいもはねキッチンペーパーでしっかり水気を切ってる。で解凍したむきえびもねキッチンペーパーでよかふに水気を切ってるから、ビニール袋に入れて冷蔵庫に入れといた。そしてご飯の時間だからね、天候を合わすよ。あれれ天候の分量ついさっきじゃないな、だいぶさっきに出ちゃったよね。ちゃんと見てるんだけど、なんでこうすぐ見逃すかな。でさこれをね混ぜるよ。でさ私はね結構しっかりめに混ぜる。あんまり混ぜん方がいいとかも言うけどね、割としっかりめに混ぜてる。で準備してた具材に打ち粉をねまぶす。もなもかも一緒にドーンって入れて、むきえびもね入れる。
でさ、うち子もそうだけど、天子にも片栗粉が入ってるから、まる、わわ、もうなんで間違うのけ。あのね、軽めに上がるよ、サクって、サックリっていうの、サクっていうの。で、うち子をしたらさ、もう、ね、両方の五本柱手でさ、よか風になじませて、うち子がしっかりなじんだら、天子をね、何回かに分けて入れて、で、ほら、ぐとなじませる。なんかね、いっぺんに入れるよりも、何回かに分けた方がまんべんなくこう馴染んでくれるから、そんなにね、捨てる。で、これをさ、よか風に馴染んだら揚げる。でね、菜箸突っ込んでさ、シュワーって泡が出る感じ。だいたいね、160度から170度で、私はね、片面2分ずつ揚げてる。いつも180度の時にはさ、コンロの温度のところをセットするけど、160から170だったらもうね、野生の缶野生の缶です。で、裏返して、あと2分揚げるよ。これね、さっくりね、揚がってました。これね、かき揚げはね、息子も好きなのよ、大好きなの。昨日もね、すんごい食べてた。お芋さんが好きだからさ、だからね、お芋もたっぷり入ってるから美味しかったみたいです。で、かき揚げもできた。昨日はね、かき揚げとか、あとサバを焼いたり、そんな感じのご飯でした。材料と分量これです。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、バイバイ。